ウォームギアを使ってギアボックスを作ってみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。手持ちの低トルク充電ドライバーと自作ギアボックスを使ってジャッキアップしています。まるっと趣味の動画ですが、最後までご視聴ください。もう10年以上使っているパナソニックの充電ドライバーです。電圧 4.8V、 容量 1.2Ah、 回転数 460rpm です。表のラベルから最大トルクは 45kgm、 4.41Nm と分かります。非力感を示すためにこれで直接ジャッキアップしてみましょう。力がなくて全く歯が立ちません。ならばと非力なドリルが使えるようにギアボックスを考えてみました。メインギアは40波のウォームギアです。それと平歯車を組み合わせています。軸によって2種類の速度が選べ、高電圧高回転のドリルならより良い結果が得られます。全くの趣味の世界ですが、よかったら制作の詳細を引き続き動画でご視聴ください。プランニング。ボックスのベースとしてアングルを図のように加工、組み立てます。アングル加工小サイズです。アングルを12本組み合わせて作りますが、詳しい加工寸法を表示しています。使用アングルはアルミ、規格、寸法は7分11秒頃をご覧ください。このような展開にするため模型を作りました。詳細は5分29秒頃をご覧ください。アングルの表面には2ミリのアルミ板を貼り付けます。都合箱体寸法は 150×100×90 となります。蓋の加工図です。歯車の構成。まずゴームを8ミリのシャフトで取り付けます。乗数1、ゴームの姿です。これに中心距離28ミリでウォームホイールをかませます。各シャフトはベースベアリングで固定します。これがウォームホイールの詳細です。ウォームホイールと同じシャフトに20波のギアをつけます。そしてその20波に別シャフトで60波をかませます。モジュール1なので歯に負担が大きい場合は並列化します。20、60波をもう1組分のスペースを設けています。その時はベースベアリングが干渉するので外に移動します。そして空いたスペースにギアを取り付けます。
ギアの情報を表にまとめています。こんな形で作っていきます。イメージ模型の制作、100均のカラーボードでイメージを作ってみました。アルミアングルを45度で切り出して組み合わせています。アングルのつなぎ目を線で表現しています。形が複雑なのはベースベアリングを固定するためです。寸法は2コミで、横幅が150ミリ、縦が90ミリ、高さが100ミリです。なのでアングルの寸法は4ミリ引いた数字になります。こちらの面は正方形に見えますが、100×90ミリです。アングルとしては 96×86mm となります。この線がアングルの継ぎ目です。内部の組み立てを容易にするために極力各面の開口を大きくしています。それでもドライバーがうまく使えないと思います。組み立てにはオフセットドライバーなども駆使します。使用材料の紹介。使用アングルです。どれも3ミリ厚300Lで 30×30mm と 40×40mm です。こちらは 20×20、300Lです。2mm のアルミプレートです。これで外側を囲います。必要数を準備しました。別動画もありますが、ナンバー2動画でパネルカットを実演しています。ウォームギアのウォームです。5ミリの芋ネジで8ミリのシャフトに固定します。40波のウォームホイールです。中心軸を合わせるのが大変ですが、やってみます。M1、60波の平歯車です。20波と組み合わせます。10ミリ穴ですが、レジューサーをかませます。8ミリは簡単に手に入りませんでした。8ミリのシャフトです。太さは6ミリでは細く、10ミリでは太いかなという感じで選んでいます。
これが8、10のレジューサーです。うまくいけば良いと思います。シャフトに固定するためにはこのフランジを使います。これが60波の相手、20波です。同じ M1 です。8ミリのベースベアリングです。指示穴が5ミリなので、4ミリビスで固定してアジャスト対策します。8分の3、 24UNF ネジの8ミリロット用ドリルチャックです。このネジでないとチャックに合いません。10ミリのチャックは手持ちです。材料としてはこんな感じです。それでは製作に進みます。アングル枠用ジグの製作、各面のアングルを組むために12ミリの MDF を切断しました。これを2枚貼り合わせてジグを作ります。寸法はアングルの内側寸法に合わせています。1枚では面として狭いので2枚としています。こちらも同じように作ります。各辺が90度かどうかの動画はないですが、機械で作っていますので問題ありません。これで長辺の面も同じように作ります。各面ができたら合体させます。アングルの加工、短辺側を粗カットしました。これと同じものをもう5個作ります。別パターンです。個数は2個です。こちらの高さが20ミリです。なので10ミリカットしなくてはなりません。模型で確認しながらアングルを加工していきます。L30×30 は作ってしまいましたが、L40×40 も同様に作ります。このようにマジックで墨を描いて、粗くジグソーでカットします。カットしたらジグを活用しながら、ヤスリで微調整していきます。その間模型をよく見て、左右が間違っていないか確認します。短辺と同じように粗カットして、少しずつ寸法を整えていきます。
長辺は146ミリで作っています。ジグの利用。貼り合わせて作ったジグにカットしたアングルを合わせて接合部分を調整します。作ったアングルを合わせてみます。このように調整します。 MDF の大きさはアングルの内面で作っているので板に合うように調整するだけです。これで当然外寸は板より6ミリ大きくなります。最後のピースを合わせて出来型を確認します。アングルの内側が板に接していれば寸法は 96×86mm になります。この状態でひっくり返して出来型を確認します。実際は内側から固定しますが 4mm のタップを上げて仮固定します。このようにして各面を作っていきます。これで寸法は 96×86mm から動きません。ぴったりにしているので MDF はなかなか外れません。形と寸法を確認します。寸法は 96×86mm です。これは 86mm 側のジグで大きさは 80×140mm です。こちらは 90×140mm で作っています。ジグは機械で90度に作ってあります。ここで直角に仕上がっていることを確認しておきます。これが違っていると全体の出来型に影響します。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。動画その2にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。